浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週は常連さんにカーマインワークス合同会社代表の深田正則さん、そしてお客様にオクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお迎えしました。深田さん、中村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。深田さんのプロフィールです。深田さんは1989年松下電機産業に入社、 AV 機器の海外マーケティング、オリンピックプロジェクトリーダー、パナソニックカナダ市販責任者などを経て、2016年より未来の家電を形にするパナソニックアプライアンス社の活動、ゲームチェンジャーカタパルトをスタート。2021年にパナソニックを退社され、カーマインワークス合同会社を立ち上げました。はい、というわけで深田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう深田さんはね、この番組の大常連中の大常連で、まあむしろこの浜松町イノベーションカルチャーカフェを作ったお一人と言ってももう過言じゃないわけですが、あれ、なんか所属されたところがカーマインワークスというところで、なんか高山ちゃん変わったね、深田さんの所属。そうですね、どこに。以前はね、あのゲームチェンジャーカタパルトという、まあ、パナソニックですね、あの天下の大企業のパナソニックの中で新規事業をどんどん作る、あのゲームチェンジャーカタパルトのリーダーだったわけですが、カーマインワークスというのは何があったんでしょうか。カーマインワークスというのは、はい、私個人の会社を立ち上げて、ということは深田さん、はい、新しい、あのいろんな働き方、生き方っていうのをチャレンジしようと思って一念発起して、立ち上げた会社です。ということは独立されたってことですね。あ、まあ、そういう形になります。なるほど。というわけで深田さん、実はすみません、白々しくて申し訳ないんですけど実はあれなんですよね、パナソニックを離れられて、いよいよ、まあ、あのね、あのご自身の力でもっといろんなことをやっていこうということで、このカーマインワークスという会社を立ち上げて、まあ、独立されたということで、独立おめでとうございます。 ありがとうございます。でこのカーマインワークスっていうのは、まあ、どういまずこれ名前の由来って何なんですか、このカーマインワークスっていう。あの会社の名前を新しく考えようと思うと、もう本当にいろんなアイデアが出てきて、はい、もう一つに決められないですよね、うん、だからもうえいやって決めた、あのあんまり意味のない名前なんですけど、はい、あの基本はですね、あの色の名前です。色の名前、はい、カーマインっていう色なんですか。カーマインっていうのは赤、ヨーベニ色っていうふうに言いますけれども、ちょっと赤からですね少し青く、寄せたような色の名前で、こうちょっとこうカーマインローションとか女性だとありますよね。タグミちゃん知ってる？はい、そうですか。で、ちょっと赤という非常にあのパッションみたいな赤から少し冷静になって、うん、ちょっと青の混じったあの色っていうことで、ちょっとパッションも持ちながら、こうロジカルにというか、そういう冷静に事業を進められるような事業の立ち上げができればなというふうに思って、カーマインという名前を選びました。僕なんかからすると赤と青の中間って紫のイメージがあるから、パープルワークスでもいいかなと思ったら、やっぱり情熱の方がちょっと多いんですね。情熱非常に大事です。だから赤が強いからカーマインにしたっていう、はい、赤から少しだけ寄せるっていう形ですね。面白いですね。そして深田さん、この新しく作られたカーマインワークスではこれからどういうことをされていきたいと思われてますか。新規事業に限らず新しい価値づくりに取り組むということで、社会変革プロジェクトを支援するような事業を起こしていきたいなというふうに考えております。で今まで我々あの新規事業ということでゲームチェンジャーカタパルトとかやってきたんですけれども、やっぱりこう事業を作る、ビジネスを作るということだけではなく、広くあの社会に変革を起こしたいというふうに思ってまして、例えば現在ではスポーツイノベーションという文脈で地域のスポーツチームのイノベーションをこう支援するような活動とか、あとフードテック、あの食にまつわるですね社会課題の解決みたいなところをこう海外の同志というか同じような課題感を持っているメンバーとこう解決したいということとか、あと地域の課題解決、このようなことに、複数のプロジェクトとして関わって、取り組んでいきたいということで活動しております。じゃあもうとにかくもう社会を解決の問題を解決するようないろんなことをとにかくやっていきたいと。はい、そうですね。やっぱり個人がやっぱパッションを持って複数のプロジェクトに関わっていくことで、あの総合にあの影響し合ってですね、いい取り組みになる可能性もありますし、またその一つのことだけ取り組んでいるということだけじゃなく、やっぱり新たな未来をこう新たな多様な視点で作っていくということにあのチャレンジしていきたいなというふうに思っています。なるほど。というわけでね、あの今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて中村さんのプロフィールです。中村さんは大学卒業後東京ガスに入社、
電力小売全面自由化前の2015年から事業革新プロジェクト部デジタルマーケティンググループで電力販売事業立ち上げの陣頭指揮を取りました。2021年2月にはオクトパスエナジー日本 CEO に就任されています。はい、というわけで中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず中村さんが今率いられてるオクトパスエナジー、オクトパスって、まあ、当然タコでしょ。そうですね。でエナジーってエネルギーでしょ。そうですね。まあ、タコエネルギーってことですよ。で実はね、今日この浜カフェに中村さんが大量のこのタコちゃんの、うん、ピンクのね、ピンクのねぬいぐるみっちゅうんですかね、こう指に刺すやつとか、うん、実は深田さんの机には、あ、深田さん今刺してくださってますね、指にとか、タコ大きなぬいぐるみですよね、うん、を持ってきてくださったんですが、まずですね、一番気になるのはこのオクトパスエナジーっていうのはどういう趣旨というか意味なんでしょうか。特に名前に意味は実は聞いてませんので実はそれは今も私の方でも、まあ、謎なんですけれども、まあお手元にあるそのちょっと紫色の、はい、キャラクターの名前コンスタンティンって言うんですけど、まあ、できればこのタコくん、はい、すいません今ね、はい、ラジオの方は見えないですけど、オクトパスエナジーさんのキャラクターのタコがいるわけですけど、コンスタンティンくん、コンスタンティンっていう名前がついております全然わかんない。そうなんですよ、なぜタコかわからない、はい、これ実はですね、浜カフェを聞いてる方に説明くださってる方に説明すると、中村さんが創業されたというよりは、もともとはこのオクトパスエナジーというのは、オクトパスというのがイギリスの会社なんですよね。そうですね、はい、イギリスで設立された新興のエネルギー企業になります。エネルギーの会社なわけですね、はい、そしてそれの今日本の法人のトップを中村さんがされていると。はい、その通りです。どういう経緯でこういうことなんですか。中村さんもともとは東京ガスにお勤めなんですよね。はい、そうです。まあ、イギリスの中では今非常に再生可能エネルギー、太陽光とか風力がどんどん、まあ、進んで普及拡大しておりまして、それに伴ってこうした再生可能エネルギーを使いやすい形でお客様に届ける、それを、まあ、デジタルの力でどんどん新しいサービスを作っていくという新興のデジタル企業が2010年代に入ってから徐々に出てきておりました。でちょうど日本でもこれから脱炭素だとか、うん、再生可能エネルギーをもっと使っていこうみたいな、社会的機運がちょうど高まっておりましたので、はい、ぜひ我々東京ガスとそれから、まあ、オクトパスエナジーが手を合わせてですね、まあ、どちらかというと東京ガスというのは老舗の和菓子屋さんみたいな感じで、だから中村さんずっと2020年ぐらいまでは長い間、はい、バリバリの東京ガスでいろんな、はいはい、その先陣を切っていろんなことをされてきた方なんですよね、はい、それが2021年去年からいきなりこのオクトパスエナジーの仕様になったと。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、全く天変地異といいますか、本当に寝耳水のような状態だったんですけども、ご本人もそうだったんですね、はい、急にちょっとこっちでやれというふうに、言われまして、今悪戦苦闘している最中でございます。そしてこのオクトパスエナジーではこれからどういうことをやっていきたいというふうにお考えなんですか。はい、まずは、この新しいブランドであるオクトパスエナジーで電気をお客様に届けていきたいというのが最初の狙いでございます。あれですよね、つまりイギリスの再生エネルギーの、まあ、最先端のベンチャーであるオクトパス、はい、という会社と、まあ、日本の伝統的なエネルギー会社、最も大きなエネルギー会社の一つである東京ガスが手を組んで新しくオクトパスエナジーというのを作って、で特に日本で再生可能エネルギーの分野でなんかもっと面白いことをやっていきたいという、そういう理解です。そうですね、はい、まさにこの再生可能エネルギーをより使いやすくお客様に届けるために、ちょっとどんな新しいサービスだったりいろんなお客さんとのコミュニケーションの取り方、そんなものをちょっと新しく作りながら進めてまいりたいというのが狙いでございます。これは私の手元の資料ですと、実質再生可能エネルギー 100% の料金プラングリーンオクトパスの提供というのを、今年の1月5日から開始されたということなんですが、例えばだから最初はこれが目玉商品の一つだと思うんですけど、ここでグリーンオクトパスっていうのはどういうことなんですか。はい、まさに文字通りですね、再生可能エネルギーを
で全て電気を賄っているというものでございまして、まあ、ちょっと日本の場合の制度で言いますと非化石証書っていう制度がございまして、非化石証書つまり化石にあらずってことですか。はい、化石燃料を使わない証明書みたいな形で証書がありまして、その、証書をつけて電気を販売する場合にこれを再生可能エネルギー、再生可能電気っていう風に決められております。高山ちゃん知ってた、非化石証書だって今言われるまで全く非化石ってどういう意味と思ってました。深田さんは聞かれたことありますか。いや聞いたことなかったですね。ねえ、じゃあそういうものを売ろうと、つまりもっともっと日本に再生可能エネルギーを提供していこうということですよね。はい、特に例えばこのグリーンオクトパスはどういう特徴があるんですか。いやもう電気料金の形としては、一般的な基本料金と月額 の、 使用量に応じた料金をいただく形なんですけども、はい、ただ電気そのものが全て再生可能エネルギーでの証書がついて、地球に優しいその電気をお使いいただけると、そういうサービスになっております。私なんかみたいな素人から見るとやっぱり再生可能エネルギーって僕もすごい大事だってことは分かってるんですけど、まだまだちょっと高いっていうイメージがあるんですけど、その辺はどうなってるんですか。はい、どうしても普通の一般的な電気に比べますと、そういった非化石証書、調達してくる費用っていうのが余計にかかりますので、その証書を取るだけコストかかるんですね。はい、その分ですとその分だけ、お値段が、コストが上がってしまうというものになりますが、実は私どもはぜひお客様にその今回の再生可能エネルギーグリーンオクトパスをお使いいただきたいなと思ってですね、今回は実はこのグリーンオクトパスを一番私どもの持っている料金の中で安い料金としてご提示させていただくことにいたしました。攻めてますね。はい、一番コストがかかるはずの再生可能エネルギー 100% やつを一番安くした、はい、これと当然採算合いづらいと思うんですけど、はい、もうそれでもやっちゃうっていう。はい、ぜひですねその再生可能エネルギーっていうものを一般の方にですね知っていただくこと、これをまず第一にしたいということと、それからやっぱり私どもがその目指すそのクリーンなエネルギーを使いという社会を作りたいというですね、同じ思いを持った、ファンの方にぜひ使っていただきたいという気持ちでですね、そういう料金をあえて設定させていただきました。深田さんいかがですか。いや本当に面白いですよね。個人的にコンシューマーという立場からすると電気は電気なんで別に何使っても一緒だろうと思うんですけど、どっからこの電気って来てるのっていうところにちょっとこう想像力が働くっていうのが面白いですね。ねえ、いやなんかねこうやってやっぱり深田さんもね社会問題を解決されようとしてるわけですけど、社会問題を解決するためにはちょっと無理やりでも料金体系も変えちゃうっていう、この辺がやっぱり、ね、新しいですよね。でしかもそれがこうなんかこう社会問題解決するために余分にお金をこう払わないといけないというよりもむしろその方が安いっていうアプローチっていうのは本当に面白いですね。というわけで今日はこんなお二方とご一緒にここからエンテックは何をもたらすのかというテーマでお送りしたいんですが、エンテックつまりエネルギーのテクノロジー技術ということです。これ最近いろいろねフィンテックとかなんちゃらエドテック、フィンテックは金融ですよね、エドテックは教育、いろんなところの分野とテクノロジーの掛け算というのが注目されているわけですけど、エネルギーと技術テクノロジーの掛け算ということで、まさにご専門家であるお二方にお伺いしていこうということなんですが、まずですね中村さんからお伺いしたいんですが、今もうね地球というのはエネルギー問題というのは非常に課題が大きいというのはもう我々も分かっているつもりなんですけど、まさに東京ガスにも長くいらっしゃったご専門家の中村さんから見てこのエネルギー問題で一番中村さんから見ると重要な革新的な問題というのは何なんでしょうか。やはり脱炭素社会といいますか、先ほど申し上げたように、化石燃料をやっぱり使い続けて CO2 がどんどん使われるというようなものから、再生持続可能な社会、地球に負担のないクリーンなエネルギーを使える社会をどうやって実現するか、これが最も重要な課題ではないかというふうに
に考えております。なるほど。深田さんも同じご意見ですか？そうですね、どの大企業もこの脱炭素というテーマからは逃れられないと思うんですよね。 CO2 可能な限り削、まあ、二酸化炭素ですね、はい、可能な限り削減すると、はい、でパナソニックも家電メーカーで実は家電なので電気を使って使う電気製品を売ってたんですよね。でしかもそれは作るためにも電気使いますけど、本当は家庭で冷蔵庫とか洗濯機とかエアコンとかを動かしてるエネルギーの方が何十倍も大きいんですよね。でその時にじゃあこれを脱炭素の文脈でどう考えたらいいのかというと、やはりその電どっから来たのかというところまで思いを馳せて、例えばこういうリニューアブルエナジーで再生可能、再生可能エネルギーから使っていこうよという考え方にやっぱりシフトしていく必要があるということで、非常に面白いなというふうに思っています。中村さんね、このオクトパスエナジーというのはイギリス そのベンチャーである再生可能エネルギーベンチャーであるオクトパスと東京ガスさんが組んで作った会社ということなんですけど、イギリスやヨーロッパでの再生可能エネルギーの使用状況っていうのは日本と比べてどんな感じなんですか？まず電源の構成で言いますと、はい、日本に比べるとはるかに普及が進んでおります。あ、そうですか、はい、これは風がよく吹くような自然環境であったりですね、まあ、そういったいろんな複合要因があってということもありますけれども、それでちょっと恵まれた、まあ、土地があったとかそういうことで普及が進んでいるということです。なるほどね。そしてそのオクトパスというもともとのイギリスの会社ですね、まずそもそもなぜオクトパスなのかは我々も分からないまま進んでるわけですが中村さんは分かんないということなんで、これはどういうベンチャーでどの辺にこう何ですか可能性を感じて東京ガスは、提携しようと思われたんですか？もともとオクトパスっていうイギリスの会社はテクノロジー、つまりデジタル技術をコアにしてそれを強みに立ち上げられた、新興のエネルギー会社です。少しちょっと話を長くなってしまうんですけれども、再生可能エネルギーってすごい難しい点がありまして、それはですね、一般的にエネルギーというのは、まあ、お客様はあまり気にしないで電気を使いなさる、はい、それをいわゆるそのエネルギー供給事業者がですね、その需要に合わせていろんな発電所を動かして必要な量を供給すると、こういうですね仕組みで出来上がっていました。これエネルギー問題でよく言われることですよね。エネルギーって基本的に貯められないので、我々が使いたいタイミングでそれだけに匹敵する量を供給しなきゃいけないし、例えば昼の時間なんかそういうのが必要かもしれないけれども、逆にいらない時間帯はそれだけで済むように供給しなきゃいけない、このジャストなタイミングで供給するというのはとっても難しいわけですよね。でそれはやはり今までは、まあ、化石燃料という非常にですね便利な燃料がありましたので、それをですねお客様の使っている量に合わせてですね自由に発電所を動かして調整してたというのがこれまでの仕組みでございます。なるほど、ごめんなさい、つまり石油というのは貯められるから、はい、だからその 適度なタイミングで石油を適度な量だけ使えばよかったと、はい、で一方ですね、はい、再生可能エネルギー風力とか太陽光というのはもうお天気次第っていうところもございますので、実はそのどのぐらい必要な電気を発電するかというのは供給側では調整できません。したがって今度はですね大きなパラダイムシフトがありまして、うん、実はそれをですね需要側の方で電気が余ってる時になるべく使うだとか、足りなくなる時に電気の使用を抑えるみたいな、仕組みが、社会的な仕組みが実は必要になってきてる。めっちゃ面白い。今起こってること、つまり今までは需要、我々がこれだけ使いたい時に供給提供する側が合わせてたと。でもこれからの時代、再生可能エネルギーを使いたかったら供給できる量とか天候で変化したりするから、使う側が合わせる仕組みが必要っていう。はい、その通りです。ほう、それとデジタルとどうやって組み合わせてるんですか？はい、で実はですね、そういうお客様が普段はほとんど意識しないで電気を使われてると思うんですけど、はい、そこにですねこう自発的にそのエネルギーの使い方を変えていただいたり、あるいはですね本当にその電気を貯めていただくみたいな仕組みを入れようと思いますと、これは実はそのデジタル技術というのが必要不可欠になってまいります。具体的にちょっと申し上げますと、はい、例えば今電気がこう足りないよとか余ってるよみたいなものがこうリアルタイムでですねスマートフォンで出てきて、今ちょっと電気をエアコンを止めてくれたら少し
報酬がもらえますよみたいな、そんなサービスが実は始まってたりですね。なるほど。それから例えば電気自動車とか電気の給湯器みたいなものをですね、ちょうどこう再生可能エネルギーでどんどん発電している時間にですね、昼間貯めといて、で夜皆さんがお家に帰りになられた時にその貯めた電気だったり貯めたお湯をですね使うみたいな、まあ、そんな形でこううまくですねエネルギーを使うっていうところを調整するみたいなことをこうお客様にこう働きかけていく、あるいはエネルギー会社と一緒になってそういう仕組みを作っていくというのが実は必要な、めちゃめちゃ面白いですね。深田さんいかがですか。いや本当に面白いんですけど、でも実際にそれやろうと思うと、いや個別の事情とか地域とか天気とかそれによって全然違うので、その全部の情報を何千万世帯のことを集めてですね管理するっていうのはすごく難しいんじゃないですか。そうですね。なので今の高度なデジタル技術っていうのがそれに不可欠になっておりまして、うん、いかにその辺をですねお客様とのコミュニケーションを取ったり、あるいはその遠隔でですねお客様の機器を動かしたりみたいなことが今どん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 ですね新しいベンチャーの事業っていうのがあちこちで立ち上がってまして、それをうまくこうプラットフォームの中でサービスとして提供するっていうのがこのオクトパスエネルギーが最も得意とする、実は現実に今イギリスで起こっていることというのは、はい、本当に再生可能エネルギーが余ってる時はですね電気代がマイナスになる時間があります。なので今電気を使ってあげるとお金がもらえるよみたいな時間があります。マジですか。はい、そういったことも起こってまして、それをですねこのスマートフォンでビビってこう通知が来て、あじゃあ今のうちにこう自分の電気自動車に電気貯めとこうよみたいなことが実は起こってるっていうのが今イギリスで起こる。これからまさにいろんな形で再生可能エネルギーの電源が日本全国でどんどん開発されてくるというふうなことが、まあ、想定されますので、そうなった時には今度はそれをいかにお客様に使いやすい形で、まあ、届けていくか、まあ、これが、まあ、この再生可能エネルギーの時代が来た時の小売事業者の役割だというふうに思っておりまして、そこをまさに我々が、まあ、オクトパスの力を借りてそれを日本の中で実現していきたいというふうに思っております。深田さんご自身はいろんな業界とか産業をご覧になっていると思うんですけど、今このエンテックエネルギーとテクノロジーの分野でこの辺注目しているとか何かありますでしょうか。これパナソニックでも同じ話がよくあったんですけども、そのエネルギーの使い方っていうのをやはりこれからどう考えるかなんですよね。家電も先ほど言いましたけど、パナソニックのお客さん全体が今どれだけ電気使ってるかというと全世界の 1% ぐらい使ってるということになってますよね。でこの 1% をこれを本当にこの再生エネルギーも含めて実質温室効果ガス排出ゼロっていうのを目指すっていうふうにこの間社長がですね発表してたんですけど、2030年までにゼロにするっていうふうに発表してました。アクシンさん発表してましたけども、それにはこれ必要ですよね。だからそういう意味で言うとこう日本のいろんな企業がこういう新しいアイデアで、全体的にエネルギーの効率利用をするっていうこと自身がどの産業でも実は求められている。つまりなるほど、今パナソニックっていうのは、まあ、当然家電メーカーだから電気死ぬほど使ってるわけじゃないですか、その家電メーカーで買った方々は、はい、お客様もそことオクトパスエナジーが組めば、はい、例えばオクトパスエナジーで測って最適なタイミングの時に電気をいっぱい使って足りない時は使わないみたいな家電を作って、はい、みたいなことが可能性としてあるわけですね。そうですね。で、あと家庭でもソーラーパネルとかいろんなものがありますから、それとの連携みたいなものもありますし、提携だ提携、はい、あります。いかがですか中村さん。いや大変面白いと思いますね。これからやはり車もだんだんそのコネクティッドカーっていって、はい、全体にいろんな車がつながっていくということですが、デジタルでつながる時代になると言われてますね、はいはい、それはもう家庭の家電機器も同じことだというふうに思っておりまして、いろんなご家庭の電気器具が、まあ、そういう意味ではつながっていって、それでこう最適な制御をして、まあ、支出の家計である支出の電気代もまあ抑えるみたいな、賢く
動くみたいなものができれば、まあ、これがどん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 脱炭素社会省エネルギーってのは進むかなというふうに思っております。深田さんは逆にどうですか、こういった今のみたいな話聞いてより今後どういう可能性が日本であるとか、逆にこの辺が課題になるんじゃないかみたいなことって何かありますか？そうですね、これベースエネルギーというかベースのエネルギーを供給するということとそのピークへの対応というこの2種類の話をよくされますね。ベースエネルギーっていうのはどういうことなんでしょうか？普段の、ずっとこうなんていうかな、この普段の、日常的にこう使う、はい、もう常に安定して使うエネルギーということですね。でピークってエネルギーというのは変動が激しい、変動が激しい使うと使わないですよね。例えば朝とか晩ご飯の時とか、はい、もしくはエアコンで非常に夏外が暑い時にこうピークになる、うん、そういうところの対応とこう2種類あると思うんですけど、例えばベースエネルギーみたいなところっていうのはもう再生エネルギーでだいたい安定供給みたいなことがこうありですね。でピーク対応をどういうふうにするかっていう、その時だけ石油を燃やしますみたいなことがあるんですよね。だからその組み合わせがうまくいくケースは多いんですけど、うん、逆にそれがうまくいかないケースでいうと本当に日本中が暑くなった時とか日本中がそういう寒くなった時みたいな時にかなりエネルギーがこう必要になると、でそれがこうどうしても偏在してしまったり、なるほど、するこう分散できないという課題ありますよね。その辺はいかがなんですか、中村さん。そうですね、すごくベースとかピークだって、特にそのピークのところっていうのは、どういうふうにしてそのピークを、平準化していくかっていうのは課題だというふうに思ってまして、先ほど申し上げたような、例えばこう電気をですね、お湯っていう形で貯めたりとかいうこともできるかなと。それから先ほど出てちょっとベースっていうのもあるんですけども、例えば今ご家庭でずっと24時間365日動いてるっていう、例えば冷蔵庫があるんですね。だけど冷蔵庫もですね、ずっと一定の温度にするんじゃなくて、その少しですね、その日中太陽光が上がってる時なんかにちょっと動いてもらって、少し冷やし気味にしてもらって、逆にそのピークになりそうなところは冷蔵庫をちょっと少し止めてもらって、少しこう若干暖かくなる、食べるものが傷まない程度にですね、夜とかで皆さんが家庭で他の電気をつけるときは冷蔵庫の電気はちょっと抑えるとか、はい、そんなことをするとですね、今みたいな工夫がですね、もうちょっとできてくるというふうに思っておりますので、だからやっぱりそういうのもデジタルの力があればできるかもしれないということなんですね。そうですね。他になんか例えば中村さんの方でちょっと言える範囲で構わないんですけど、例えば日本で再生可能エネルギーを使ってオクトパスエナジーでこういったことをやってみたいとか何かありますか？そうですね、ちょっとこれからいろんな可能性があるので、ありそうですよね。私ども本当にいろいろ探してみたいなっていうふうに思うんですけど、やっぱり一つは、これからよく言われてますけど、屋根の上に太陽光パネルをこれからどんどん、はい、入れていかなくちゃいけない、これは日本は非常に国土が狭くてですね、限られておりますので、なかなかガーッと置くとこないんですよね、はい、少ないという課題がありますので、できればこう屋根の上に置いてしまうというふうにすると、今度はですね、その、屋根に置いた太陽光で発電するものと、それから、ご家庭で使われる電気のそのこうズレがどうしてもあると思うので、そこをうまくですね、最適化してあげると、できるだけ自分のお家で発電したものを自分の電気で使うみたいなことができると面白いかなというふうに思って。深田さんいかがですか？いや面白いですね。先ほどの家電の話でいうと、そのオクトパスに対応した家電だとこのタコのマークがついてるとか、はい、そういうことで要はエアコンなり冷蔵庫なり、その例えば食器洗い機とかがそのピーク対応に対してちゃんとこう例えばこう 0.5 度下げますよみたいなことができるのはタコマークついてますよっていうような家電が出てくると面白いですよね。オクトパスエナジーのアイドルである何でしたっけ、コンスタンティンコンスタンティンがついてると、このピンクのタコがと、これがオクトパス認証で、はい、コンスタンティン認証でオクトパス家電っていうのになるわけですね、はい、そうすると家電の方がですね、積極的に電気代を下げるという努力をねしてくれるっていう感じ で、 面白いです、ね、でしかもそれがなんとなくイメージでこのタコピンクのタコのコンスタンティンが電気代下げるように頑張ってくれてるっていうイメージが出ますね。はい、というわけでここからはですね、その未来や今後の可能性についてお伺いしたいというふうに思います。
まずですね、中村さんから改めてこのエンテック、エネルギーにのテクノロジーっていうのを、まあ、我々、まあ、なんていうかどういうふうに考えればいいかっていうことをちょっとまず教えていただけないでしょうか。はい、まさにこれからエネルギーっていうのはただ何も考えずに使うのではなくて、賢く使う、いかに無駄なく使う、うん、どうやってそういったことを実現していくかっていうのを、エネルギーを供給する事業者とお客様一緒になって考える、まあ、そんなことをこれからやっていかなくちゃいけない。でそれをつなぐのがこのテクノロジーっていう技術じゃないかということで、うん、まあ、エンテックっていうことは一つのキーワードとして、まあ、事業者とお客様がつながり、共に、まあ、同じ気持ちでですね、こう新しい価値を創造していく、まあ、そんな社会をこの言葉の中で実現できたらなというふうに思っております。なるほど、ね、だから社会全体で問題を解決しなきゃいけなくて、ただそのためにはその中間真ん中にテクノロジーがないといけないっていう、はい、その通りです。深田さんいかがですか。いや、これ本当にそうですよね。エネルギーっていう生活のインフラの部分なので、実はエネルギーの利用方法、利用の状況が分かると人々の暮らしが丸裸に分かるっていうことですよね。例えば何時に起きて、何時何分何秒に起きて、何時何分何秒寝たのかとか、いつお風呂に入ったのかとか、いつご飯作ったのかって全部分かるんですよね、うん、だからエネルギーのこういう状況、使用状況みたいなものをこう本当にこう何百万世帯の状況を見てるだけで、ここの今こういう地域の人たちがどんな生活してるかっていう特徴まで分かるということで、うん、このエネルギーを抑えると本当に人々の暮らしが本当によく分かる。だからどうすべきかみたいなことも解決策も出てくるということですよね。 あと我々例えばシニアの方々とか、はい、そういう高齢者の方々がどんな生活してるのかとかいうことも含めて分かったりするということもありますよね。だからそのどういう世帯の人たちがどういう生活をしていて、ひょっとしたらここはこういう課題があるんじゃないかなみたいなところもこうデータで分かってくる可能性がありますね。面白い。なるほど。中村さんどうですか、今の深田さんの視点は。はい、まさに今コロナでなかなか親の世帯とか遠く離れた親の世帯に行き来が実際にできないというような時にですね、例えばそのエネルギーの使用量で何か異常があったんじゃないかみたいなことをですね、エネルギーの使用パターンで監視して何か異常があるかもしれないといった時にそのお子さんの世帯にお知らせするみたいな、そんなサービスがこれからできるようになったりすると、そういう見守りといいますか安心な社会みたいなものも実は実現できるようになるんじゃないかというようなことも、まあ、アイデアベースでは今どん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 出ておりますので、面白いんじゃないかなというふうに思います。面白い。そしてですね、このオクトパスエナジーさんが例えばグリーンオクトパスと言われる再生可能エネルギーを 100% 使うというサービスですね、しかもそれをなぜか一番価格を安くするというね、再生可能エネルギーを普及させるためにという話を伺いましたが、他にですねオクトパス GO っていうサービスがあるというふうに伺ったんですが、はい、これはイギリスで今始まっているものなんですよね。はい、はい、イギリスでは今サービスが開発されているものでございまして、これはですね電気自動車をご家庭でお持ちのお客様に普段ですね電気自動車お使いの方、当然家に帰っている時は駐車場に停めておく、まあ、その時に夜の間に充電をして、でまた朝になったら車に乗って出かける、はい、まあ、そんな生活パターンが多いと思うんですけれども、うん、このオクトパス GO についてはですね、その一番一日の間で電気が余ってる時間帯、まあ、明け方、まあ、こういった時間帯に狙い撃ちしてですね、価格をすごくお安い価格で電気を、まあ、供給するとそういう仕組みのサービスでございまして、はい、まあ、それでお客様にですねできるだけその再生可能エネルギーを使いながら価格的なメリットも得ていただく、まあ、そういうことで始まっているサービスです。これ一般的には私ど素人なんですけど、やっぱり明け方っていうのが一番こうエネルギーは使われないものなんですか。そうですね、多くの方が寝ている時間帯でございますので、そうか4時とか5時とかね、はい、はい、まあ、そこの時は一番時間的に、僕はよくね酒飲みながら4時ぐらいにテレビ見てるんですけどね本当ですか寝た方がいいです。いや、そうです。ちょっとかなり乱れた生活をしてるんで僕は例外として一般のご家庭は4時5時にぐらいに皆さん、はい、
い、寝てますからね。その時に一気にこう電気を使っていただくっていう。そうですね、はい、そこに一番もう安く電気を供給するってそういうサービス。これが今もうイギリスでは始まっていると、はい、じゃあこれをもしかしたら今後は日本でも電気自動車がだんだん普及してくるかもしれませんから日本でも導入したいみたいな追い込まれるんですか。日本でも電気自動車これからまさに普及してくるんじゃないかというふうに言われておりますので、うん、まあ、そういった意味では電気自動車をお持ちのお客様に使いやすい電気というのをプランというのはちょっとこれから作って、まあ、そういう形で提供できたらなというふうに思います。なるほど。深田さんいかがですか。いやだからそういうあの電気自動車の普及も実はこのピンクのタコが、うん、あの貢献するということとか、うん、本当に新しいライフスタイルが大きく変わるきっかけみたいなものをこのオクトパスエナジーさんが作るというところがすごくワクワクするところですね。今までどうしてもエネルギーの会社っていうのはあんまり目に見えないので、はい、あの我々意識せずに使ってたんですけど、どちらかというとこうエネルギー革命みたいなものをこういうあのオクトパスエナジーという会社さんがあの牽引してリーダーシップを取ってやっていくというのが本当にワクワクするところですね。やっぱりこれからやっぱりあの本当に今の深田さんはなるほどと思うのは、我々本当に、ね、脱炭素大事だと思うし二酸化炭素減らさなきゃと思うんだけれども、やっぱり日頃僕も恥ずかしがながらなんですけど意識しできないですよ。やっぱり日常生活忙しいですし、そこをもっと我々に意識を持たせることが大事だっていうことですよね。なんかこの辺ってどうやっていけばいいんですかね。と本当に例えば省エネとかそういうことってなんか真面目になんかこう計測しながらこういう生活をもっとあの規則正しくしなさいみたいな、うん、まあ、ともすればすごくこう堅苦しいなんかこう窮屈な生活な感じがするんですよね。そうなんですよね。でそれに対してこのオクトパスエナジーさんのアプローチっていうのはなんかこう楽しそうですよね。こっちの方がこういうやつの方が確かにね、パワーラブ&パワーとかですね。あ、そうなんですよ。実は ね今回ちょっとオクトパスエナジーさんからステッカーをいただいたんですけど、はい、ね、またピンクのタコがいっぱいいましてラブ&ピースじゃなくてラブ&パワーっていう、はい、これはちなみにやっぱりエネルギーだからパワーっていうことなんですか。そうですね、あの電気という意味でのパワーとラブを掛け合わせておりますけれども、うん、はい、あの身近に感じていただけるようにあの私どもの、あのデザイナーが一生懸命考えて作ったものでございますでも新しい働き方とか新しい生き方みたいなものは本当にすごく楽しいんですっていうのがすごく新しいあのいいアプローチかなというふうに思います。あともう一つ私が思ったのは、あの先週も伺って思ったのはですね、あのオクトパスエナジーのサービスを使うと下手すると本当に電気が余ってる時は電気を使うことでむしろお金がもらえるっていうのはかなりびっくりしまして、うん、ということは逆に言うと得になるわけですよね、はい、あの使えば使うほどお金がもらえるみたいなところが現実に今始まっておりますね。ね、これ日本でもやってほしいよね。あの実は日本でも一番あの再生可能エネルギー普及したエリアって九州地域と言われてるんですけども、あの九州ではですね、もうこれ現実に起こってるんですけども、5月のゴールデンウィークかな、この時が一番あの全体の需要って下がってしまうんですね。とか5月って結構あの太陽高校と照ってますから、あのどん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 発電しようと。やっぱりゴールデンウィークは皆さんが外出し遠出で外出しちゃったりとか会社や工場が止まったりとか、はい、そういう形で、はい、全体の需要が起こっちゃう。それで一方で、まあ、発電はいっぱい出ちゃうということで、でこれでどうしようもなくなるとですね、実はあの発電所も止めてくれと、あの開裂っていうんですけれども、せっかく発電したですね太陽光の電気をそのまま捨ててしまうっていうようなことが、まあ、起こってる。これはまあ日本でも現実に起こってることですね。なので、まあ、こういったことが無駄になってしまいますので、あのそれをできるだけ無駄のない形でするためには、まあ、今みたいにちょっと今使ってくれたらお金差し上げるよみたいなサービスが一緒になってくっついてきますと、そうやって無駄のない形で社会の中で再生可能エネルギーが使えるというようなことが実現できるのかなというふうに思います。一番電気が足りない時間帯にはあまり電気を使わず、電気が余ってる時間に電気をいっぱい作るような家電を作っちゃえばいいわけですもんね。それを例えばパナソニックとオクトパスエナジーで提携しちゃえば、もういろんなものが多分出てきますよね。オクトパス家電ですよね。0.5 度だけ冷蔵庫を下げるとか、はい、0. ね、そういうことですよね、はい、いやオクトパスラジオ局だってあるかもしれない、ね、本当ですよね、できちゃうかも
高見ちゃん何かありますか、お二方に。そうですね、すごいワクワクもするんですけど、同時にこう環境がこうどんどん変化していって、こう地球温暖化とかこう自然災害って増えてきていると思うんですけど、そういう時にこうエンテックってこの先どうなりそうとかあるのかなっていうのがこう単純に気になるんですけど、そのあたりっていかがですか。そうですね、まさにそのこれからいろいろ停電が起こったりとか、それから自然災害がやってきたりとか、想定外のことが起こる、これでエネルギーの供給が遮断されたりとかっていうことがあると思うんですね。それでやっぱり一番このエネルギーとテクノロジーの中の流れといいますのは、よりですね、もう一つのキーワードで分散化っていう言葉があるんですよ。世の中で停電をしても、もし自分のお家で自分の屋根の太陽光とかで発電した電気っていうのが貯めてられれば、少なくともそのエネルギーの供給が続いたりするじゃないですか。なので今まではこう集中型といいますか、もう全体のエネルギー需要すべてこう一箇所で管理する、そうするともし何か想定外のことが起こると全部止まってしまうと、こういった問題があるんですけれども、やっぱりこれからそういったどんどん分散化、それぞれの地域あるいはご家庭、そういった単位でエネルギーの管理が始まっていきますと、実は逆にですね、そういった想定外とか災害に強い社会っていうのができるようになるんじゃないかというふうに思うんですね。なのでこれからちょっといろんな課題って出てくると思うんですけど、実はそういった点でもですね、このエンテックっていうのが実は生活の安心とか安全につながっていくっていう要素があるんじゃないかというふうに思ってます。まさかの事態にも分散、エンテックの力で分散化されてる方が強い社会が作れるんじゃないか。はい、深田さんいかがですか。そうですね、分散型って結構いろんな分野で言われますけども、特にエネルギーの分野だと、この本当に地震で大きな発電所が止まったりするとか、災害の時にどうやってその分散型っていうのを本当にこう運営していくのかっていうのがちょっと見えないところもあって、心配かなというふうにも思いますね。なるほどね。あと中村さんにお伺いしたいのは、あるいは深田さんにもお伺いしたいのは、このエンテック、エネルギーのテクノロジーの分野っていうのは今日本の位置づけっていうのはどの辺なんでしょうか。先週もイギリスはだいぶこの再生可能エネルギーが進んでるっていうふうに伺ったんですけど、他の欧米諸国とかアジアの国と比べて、日本っていうのはこのエンテックっていうのはかなり進んでるのか、だいぶ遅れてるのか、遅れてるとしたらどの辺が課題なのかっていうのを教えていただけますか。そういう意味ですと、やっぱり特にヨーロッパに比べたらやっぱ遅れてるっていうのが事実です。これは実は再生可能エネルギー、先ほど申し上げた太陽光とか風力、こういったその電源がどれだけ普及するかっていうところのスピード感と実はこう表裏一体なところがありまして、まさにその再生可能エネルギーそのものもですね、やっぱヨーロッパは日本に比べると10年ぐらい早くこう普及が始まって、ちょうどそれから少し遅れる形で今日本でどんどん普及が始まってるっていう状況なんですね。そういう意味では今回のこのエンテックっていう世界も少し日本ではちょうどこれから、まさにこれから社会において必要とされる技術じゃないかと思いますし、まさにこれから普及拡大が進んでいく分野ではないかというふうに思ってます。ヨーロッパではかなり普及してるわけですもんね。はい、もちろんこういったデジタルテックベンチャーでエネルギーの分野に参入してきた会社っていうのはヨーロッパの中ではこのオクトパスエナジー以外にも実はもっとたくさんありまして、いっぱいいるんですね。そういったところがどんどんこうお互いにこう刺激し合いながら新しいサービスが生まれてるっていうのが今の状況です。その中であえて中村さんも東京ガスにいらっしゃったわけですけど、いろんなプレイヤーが実はヨーロッパでいる中で、あえてこのオクトパスエナジーをパートナーに選んだっていうのは何か強い理由っていうのはあるんですか。本音で言うとやっぱり一番実は成長が大きい、非常にキャラクターも独特ですし、タコですからね、タコとキャラクターも非常に目につく独特なところがございますし、それからやっぱりいろんな形でこうサービスとかを、いろいろこの評価する機関なんかでいくつも実はオクトパスって賞をもらってま
して、そういった点もですね、あ、こういう会社と組めたら面白いかなというふうに思って注目をしていた会社でございます。じゃあもう長い間中村さんや東京ガスもさんもこのオクトパスエナジーはヨーロッパですげえイケてるベンチャーだっていう目をつけてたわけですね。そうですね、あの、まあ、もうあのそういう意味ではいろんな方が多分注目をしている会社ではあったということだったんですけど、まあ、たまたまちょっとそのご縁があって、あの、まあ、コロナ禍ではありましたけれども、こうお話をする機会が持てて、まあ、意気投合して一緒にこういう事業を始めることができたと。福田さんいかがですか。福田さんももともとパナソニックという大きな、ね、日本の会社にいらっしゃって、であの一方でまさに、まあ、海外のベンチャー企業とこうやって提携するっていうのは素晴らしいことだと思うし、結構チャレンジも多いと思うんですよ、はい、この辺ってどういうふうに思われてますか。そうですね、私もゲームチェンジャーカタパルト時代にも実はオクトパスエネルギーさんもちょっとこう見たり検討したりっていうこともやってたぐらい、なんかコラボレーションをパナソニックのゲームチェンジャーカタパルトとやろうっていうこともちらっと考えたことも実はあった。そうですよね、はい、このエネルギーの分野っていうのは本当に家電の分野と近いですし、あとやっぱり大企業、日本の大企業はやっぱりベンチャー、海外のベンチャー企業のこういうあの提携みたいなもので、まだまだこれからやれることがたくさんあるというふうに思ってましたので、だからこのケースっていうのは非常にすごくいいですし、あと今回の話で一番私が面白いなと思うのはやっぱりブランディングなんですよね、うん、これやっぱり東京ガスというブランディングではなくて、やっぱりこうオクトパスエナジーとしてやっぱり新しい未来を作るんだという覚悟が現れてる感じがして、でしかもそれがタコなんで面白い。はい、ここですよね。この会社合弁会社ですよね、はい、東京ガスとオクトパスというイギリスのベンチャー企業が組んで、まあ、共同出資という形で作られた会社なんですけど、はい、差し支えなければ出資比率っていうのはどういう構成になってるんですか。はい、あのこの会社そのもの出資比率は東京ガスが 70%、 それからオクトパスエナジーが 30% の合弁会社になってます。つまり東京ガスの方がいわゆる多くの資本を出しているのに名前に東京ガスって全くついてないと。はい、もうオクトパス全開じゃないですか。これはやっぱりそうですね、深田さんがおっしゃったようにまずこっちのブランディングを大事にしたっていう、はい、これはどういう意図なんでしょう。まあ、やはりその今までのエネルギー会社ができたことをやるのではなくて、全くやっぱ新しい価値、新しいそのものを日本の中に持ってくるんだと。それは新しいブランドでやっぱりやることでお客様にそういったことを知っていただこうという、うん、意図がございましたので、これはもうあまりあの東京ガスなんていう冠をつけずにですね、もうとにかくオクトパスという、あのすいません私もちょっと若干そのなぜそれがっていうことが答えできないんですけれどもあのその新しいこのタコの人形とそれからオクトパスっていう価値でこの新しいものをお客さんにしていただきたいというのがもう強くあの最初から我々が思っていた思いでございます。これでもただ東京ガスさんからすると、まあ、日本では天下の東京ガスだから、えタコみたいなあの、ね、キャラクターで東京ガスのパッチョがいるじゃないですか、はい、パッチョ使えよみたいな そういう話にはならなかったんですか。そうですね、あのもうとにかくやはりちょっと新しいことをやりたい変えたいっていうことが一番やっぱ強くありましたので、まあ、そうでなければ一緒に何かを始める逆に意味がないんじゃないかみたいな議論もありまして、あのもうあのこのタコを使ってやるっていうことに関しては何の社内の異論も出ておりませんでした。深田さんいかがですか。日本企業の勉強すごくいいあのケースですね。どうしてもこう合弁とかですね買収とかだとあの自社の名前を付けたがるっていうケースがあるんですけど、このケースは特に、まあ、今までとの差別化ということも含めてやっぱり新しいライフスタイルとか新しい価値づくりをこれでやるんだという思いがまたあのコンシューマーの方々にも伝わるということですよね。非常に勉強になります、ね、だからあのこれ浜カフェ聞いてる方の中にももしかしたらね、まあ、あのこういったことを海外の会社と組むみたいなことを今後やられる方もいらっしゃるかもしれないわけですけど、その時に今回みたいにお金はねある程度こっちがマジョリ多く出すから、まあ、いろいろビジネスのコントロールはできるんだけど、でもブランドとか相手の良さはもう全面的に採用するっていう、これすごい勉強になりますよね。高見ちゃんとかどうですかこの辺は。あの意思を感じるのもありますし、あの先ほどおっしゃってた通り
こうワクワクさせる生活を作りたいんだっていう意思をすごく感じるので、なんかそのあたりの差別化をするために、まあよりこういう明るい色のキャラクターを使ってるのかなとか、こういろいろ思うところがあって、すごく勉強にもなりますし、ピンク色のね、なんか可愛いから、なんかこう愛着も湧きますよね。いやね、ちょっと本当にこれしながら、これやっぱり東京ガスっていうイメージないもん ね、 ないですね、この可愛らしいタコを、ね、じゃあちょっと本当にこの日本中にね、この可愛らしいタコのコンスタンチン君がね、はい、広まって、で裏本当は実は東京ガスが組んでる会社なんだよっていうのは知られなくても普及するっていう、そうすると世の中も買ってくるかもしれないっていう、はい、というわけで、じゃあお二方ともどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。